皆さん、こんにちは、源氏でございます。本日はプロが2024年の春夏のトレンド解説を超わかりやすくしていきたいと思います。はい。2024年の春夏にですね、服を買う上で、そしてそれをコーディネートする上で、絶対に押さえた方がいいし、知るだけでより面白くなり、よりおしゃれになり、よりかっこよくなるのが、そう、今回解説する2024年の源氏によるトレンド解説でございます。トレンドって重要なことは皆さんご存知だと思うんですけども、なかなか忙しくてね、街中見るとか雑誌見るとか SNS 見るとか、それでもなかなかすぐにつかめないのが、そう、トレンドなんですが、ご存知の方も多いと思うんですが、そうなんです、源氏のトレンド解説のシリーズを欠かさず見れば、全体の大枠と細かいトレンドアイテムまで、そしてトレンドカラーまで把握できちゃうんです。しかも無料で、かなり有料級でございます。ググっても出てきませんからこそ、今回の動画少しでも参考になったらいいなと思っていただけたら、ぜひ高評価、チャンネル登録、そしてコメントのほどよろしくお願いいたします。では早速いってみよう。はい、ということでトレンド解説なんですが、今回もですね、海外編そして国内編に分けて解説していくんですが、海外編がね、特に重要でかつ面白いんですね。なぜならば、トレンドって全てに理由があるからなんですし、トレンドっていわばこうファッションですね。ファッションって時代に対してのアンチテーゼだったりとか、時代があるからこそそこにアンサーとして答えていくのが、そう、ファッションなので、国内編はより具体的な話も多いんですが、やはり欠かせないのが海外編ということで、ぜひ最後までご覧いただければ幸いでございます。ということで、今回もですね、ムードという言葉にも置き換えられるんですが、テーマを紹介した後に2つ目、カラーについてご紹介します。そして3つ目にアイテム、この3つ目のカテゴリーを分けて解説していきたいと思います。ということで、まず1つ目、テーマからなんですが、2023年の FW、まあ、いわば秋冬はですね、いろんなブランドが同時多発的にですね、原点回帰や本質への追求をテーマにしたシーズンでした。それぞれのブランドが原点回帰して、洗練されたシンプルで力強いコレクションをですね、ご覧の通り発表していたんですね。で、そうしたこともあり、2024年の SS もですね、基本的には FW からのシンプルさを軸にですね、新たな時代の流れをミックスしながら発表されているブランドが数多くありました。で、中でも深まりを見せているのが、そう、前回の FW のね、海外のコレクションのトレンド解説の時も言ったクワイエットラグジュアリー、文字通り静かなだったり控えめなラグジュアリーという新たな価値観、これがね、2024年もよりそれが感じるシーズンでした。派手で目立つデザインではなく、素材の上質さや実用性で選ばれた上品なスタイルでございます。より分かりやすく言うと、結構ね、国内でも見受けたと思うんですけども、今もね、あるとは思うんですが、ロゴだったりさらにはモチーフだったりと見せびらかすブランド品ってあるじゃないですか。俺これ着てます、私これ着てるわよ、私これ持ってるわよ、僕これ持ってるぜ、かぶってるぜ、なんていうね、ものもありましたし、それが結構今でこそちょっとネガティブに感じる方も多くいらっしゃると思うんですが、 2,3 年前とかはそれが1個のおしゃれ、それがステータスみたいなね、価値観あったじゃないですか。ブランド側もね、海外のコレクションもそれを打ち出していたのも、それは事実でございます。なんですが、そういった見せびらかすブランド品ということではなくてですね、主張しない自分だけが分かる本物志向の贅沢品というですね、新たな価値観のスタイルなんですよ。2024年の SS は、ロゴで主張していきたいよとか、モチーフで何かロゴがある方が安心するよって思う方もいらっしゃると思うんですが、もちろんそのマインドもね、素敵なマインドだとは思うんですけども、一流ブランドたちがそれをですね、テーマに掲げていると言っても過言ではないコレクションをどん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 打ち出しているんですね。例えばですが、 2,3 年前のバレンシアガのルックなんですが、これなんですね、必ずと言っていいほどにですね、ロゴのルックを入れていたんですが、2024年の春のルックではですね、ロゴも一切入れず、テーマも日常的
な行為に焦点を当てたミニマルなコレクションを発表しているんですね。そもそもそのクワイエットラグジュアリーが台頭した背景には、実はですね、社会の大きな価値観の変動があったからなんですね。コロナを通じて貧富の格差が広がってしまったり、さらには昨今の不安定な社会情勢だったりと、今までの価格やステータスの憧れではなくて、倫理観やさらにソーシャルグッドからの共感、これを重視するいわば価値観っていうのが広がってきているんですね。このあたりはどこか皆さんも実感し始めてきてると思うんですよ。今でこそ揶揄されがちだけど、グッチのベルトとかバレンシアガのスニーカーとか、グッチのスニーカーとか、ディオールのロゴがしっかり入ったバッグを身につけたいみたいな憧れがあったけど、今はなんかどこか逆にそれが SNS でバレンシアガベトモングッチをドカッと見せるのはなんかちょっといけてないかな、ちょっと恥ずかしいなっていうような価値観、なんとなく移行してった方も多いんじゃないでしょうか。全員が全員じゃないとは思うんですけども。でそんなですね、まあ、いわばミニマルな空気の流れもありまして、ここ数年ずっと続いていたカジュアルトレンド、そのカジュアルトレンドのピークを迎えて、カジュアルはカジュアルで残っているんですが、そのカジュアルに少しクリーンなテイストを加えて新たなスタイリングにシフトしてってるんですね。特にですね、 FW で原点回帰や本質の追求をしたブランドが多かったことからですね、メンズファッションのベースであるテーラードジャケット、僕も今着用してますが、そんなテーラードジャケットを提案するブランドがかなり多くてですね、こんな感じやさらにはこんな感じとですね、今シーズンもテーラードスタイルの広がりが感じられたシーズンでございました。でそんなテーラードジャケットに関してはトレンドのアイテム紹介で詳しく話します。またですね、レディースそしてメンズともにコレクションで存在感を放って注目されていたブランドがロエベでございます。視点とスケールをテーマにですね、ベーシックウェアに視点のひねりを加えて、超ハイウエストのボトムを軸にした新たな価値観のメンズのベーシックスタイリングを提案していました。続いてカラーについて解説していきたいと思います。カラーもめちゃくちゃ重要でございます。そんな重要なカラーも2023年 FW に引き続き原点回帰の流れが来ていまして、有機的なアースカラーがかなり提案されています。特にですね、めちゃくちゃかっこよかったコレクション、かつ世界的にも最も注目されていた 24SS のコレクションが、そうファレル・ウィリアムスの新生ルイビトン、かっこよすぎましたよね皆さん。ルックの前半の約3分の1がですね、カーキベースのスタイリングで構成されるという結構な振り切り方をしていたんですね。でその後のルックもですね、インディゴ、ブラウン、イエロー、レッドとバージル時代にはない王道カジュアルカラーリングをパレルらしくラグジュアリーに落とし込んでいます。でゼニアのカラーパレットもですね、分かりやすくて、アースカラーをベースにしながらも少しグレイッシュに振ったカラーパレットがファブリックブランドらしくカジュアルなカラーパレットでありながらも、絶妙な色調でエレガントな空間を醸し出しています。そしてクワイエットラグジュアリーの筆頭とも言えるブランドがザローですね。はい、今シーズンはモダンウェイショッピングというテーマで、性別に関係なく好みのシルエットを選択できるというですね、現代のボーダレスな価値観をルックで表現していました。アースカラーを基調に少しトラッド感のあるメンズ定番のカラーパレットにビビッドなレッドを差し色に持ってきています。着古された衣服をあえて上質な素材とクラフトマンシップで仕上げたザローの真骨頂とも言えるコレクションです。そして毎シーズン独特なカラーリングを提案するドリュス・バン・ノッテン、これもねかなりかっこよかったです。崩されたエレガンスというテーマでメンズの基礎であるテーラリングを基調にして、どこか土臭いカラーリングでありながらドレープの効いた流れるような上質の素材を使い、繊細なバランスでドリュスらしいエレガンスを表現しています。どのブランドもカラーリングがですね、先ほど申し上げたアースカラーを基調としたどこか SS には意外なカラーリングをですね、提案しているブランドさん多かったんじゃないかなというふうに思います。
最後ですね、海外コレクションから推測できる今季大注目のアイテムを5選皆様にご紹介したいと思います。何のアイテムが流行るのか、何のアイテムが気分になるのかがかなり重要だと思うので、それのより具体的でかつアイテムのバリエーションが増えたバージョンに関しましては国内編でねご紹介しますので、もちろん海外編も含めてアイテム参考にしていただけたらなというふうに思います。ということで2024年海外コレクション注目トレンドアイテム1つ目がテーラードでございます。 FW の原点回帰から何度も申し上げてるんですが、再び注目を集めたテーラリング、その流れのまま SS らしさをどう表現するかがポイントになりました。今シーズンも肩パッドがしっかり入った80s スタイルのスクエアショルダーが主流でございます。カジュアルよりもクリーンな印象のジャケットスタイルが増えてきた印象でございます。その中でも新たな提案、世界的な気候変動の影響か、テーラードジャケット×ショーツというクラシックなメンズスタイルからするといわば禁断のスタイリングが登場いたしました。2024年海外コレクション注目トレンドアイテム2つ目がショーツでございます。もちろん先ほどご紹介したジャケット合わせだけではなく、ショーツスタイルがかなりバリエーション多く提案されています。いずれもクリーンなウール素材やドレープの効いた素材が非常に多いです。2024年トレンドアイテム3つ目がシアートップでございます。ダイバーシティが世界のスタンダードになりつつある今、レディースの定番アイテムだったシアーがメンズでさらにそして一気に広がりを見せています。2024年 SS トレンドアイテム4点目がまだまだデニム、なんやかんやデニムでございます。日本の市場ではピークを迎えたデニムもですね、コレクションではまだまだ見られたし、なんならね増えてたぐらいなんですね。ただやみくもにこうデニムが増えていたっていうことはもちろんなくて、ベーシックなデニムではなくてですね、シルエットだったり加工感で新たなデニムの提案をしています。まず注目を集めたのがロエベですね。デザインや加工は非常にベーシックでありながらスーパーハイウエストという新たなスタイリングを提案していました。特にレディースでは大きなトレンドになりそうな空気感を醸し出しています。どんだけ足長いのみたいなね、スーパーハイウエストですね。最後2024年 SS トレンドアイテムがラメ素材でございます。ラメって、あのキラキラ、レディースのアイテムじゃん、レディースの素材じゃんって思う方いらっしゃると思うんですが、そうなんです。レディースのトレンドの流れがメンズでも提案され始めていたシーズンなんです。これは正直大きなトレンドにはならないかもですが、今後じわじわ増えていきそうな感じがするのでご紹介させていただきました。ということで本日は海外コレクションの海外編を3つのカテゴリーに分けて皆さんに解説させていただきました。次回ですね、国内編ではより皆さんに身近な話だったりとか、より具体的なお話もしていきますので、ぜひそちらの動画も楽しみに待っててください。ということで今回の動画は少しでも参考になったらいいなと思っていただけたら、ぜひ高評価、チャンネル登録、そしてコメントのほどよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。以上、現状の動画でした。ありがとうございました。